ファイパプガツリューは、セネガル出身のプロバスケットボール選手である。ポジションはセンター。2011年に、BJ リーグの横浜 B、コルセアーズに入団し、プロ選手となる。横浜 B、コルセアーズに2013年まで在籍した後、NBL の千葉ジェッツ、広島ドラゴンフライズでプレーした。2016年に再び横浜 B、コルセアーズと契約した。 2015年、帰化申請によって日本国籍を取得し、2016年のオリンピック、世界最終予選に日本代表として出場した。二人の兄がおり、うち一人もプロバスケ選手。幼い頃はサッカーをしていたが、10歳の時にバスケチームの監督にスカウトされたことにより、バスケを始める。その後日本へ渡り、延岡学園高校に留学する。 セネガルからノベオカ留学した1年上にママドゥジェイがいる。日本人では同級生に月野正人、1年後輩に前田洋介、10英和寿。高校2年時にインターハイ初優勝。その後、関東学院大学に進み、2年時で関東リーグ3部得点王、リバウンド王の2冠を獲得し、4年時にはキャプテンを務めた。2011年、 BJ リーグドラフトの二巡目で、横浜 B、コルセアーズに指名される。セネガル人としては2006年に、高松に指名されたディアンティエルのセーデウヌロ以来二人目の、指名であった。横浜には2011の12シーズン、2012から13シーズンの2シーズン在籍し、2012から13シーズンの優勝メンバーにも名を連ねた。2013年7月、 岩手ビッグブルズとの契約に合意したものの、9月に家庭の事情で帰国することとなり、契約締結は見送られた。2013年11月に NBL の千葉ジェッツと契約締結したが、4試合に出場しただけで同月中に契約解除となった。2014年 NBL 広島ドラゴンフライズと契約する。同年に日本帰化申請を行い、 2014から15シーズンは外国人枠登録ではなく、帰化選手登録としてプレーする。スターターに定着し、同チーム初の NBL プレイオフ進出、そして同チーム初のオールジャパン2015決勝を進出に貢献した。シーズン終了後、契約満了となった。2015年7月、新潟アルビレックス BB に移籍。2015年12月、 日本国籍取得。2016年8月、横浜 B、コルセアーズと、再び契約。2017年7月、ライジングゼファー福岡と契約。2018年6月、大阪エベッサと契約。2019年5月、レバンガ北海道と契約。インサイドの選手としては、決してサイズが大きいわけではないが、 その鍛え上げた肉体を生かしたディフェンスとリバウンド等の泥臭いプレーでチームに大きく貢献するハードワーカー。器用な選手とは言いがたいがポストプレーのドリブルで粘ってから利き手の左手で繰り出すフックシュートはたとえ相手が230センチやろうとも決める自信があると本人が語るように相手に全くといって良いほどブロックされない彼の必殺技である。フェイが パペ、ムーアが名で、正式なラテン語表記は、パペ・ムーア・フェイ。学生時代は、ファイエ・パプムールあるいは、ファイエ・パプムールで登録されており、プロ選手となってからは、ファイ・パプムールで登録されていた。日本国籍取得後は、ファイ・パプガツ、リューの表記が使われている。この記事は、以下のカテゴリでも参照できますパプムールファイに関する、カテゴリ。ありがとうございます。